リアルタイムライブ中です。ライブ中です。はい、ぜひぜひ、うん、よろしくお願いします。基本ミニマリストだわ、ね、あんまり物持たないからえ、ありがとうございます。で、こんにゃく入れたことでお通じの改善と、はい、お通じよかったら糖質が茹で汁に全部出てしまうので、麺だけ単純にあの茹でてあるのを火を出すと糖質が 0.0 になるっていうのが、そこがありまして、うん、すごいな、よく考えられてるんだ。それはありがたいな。ちょっとやっぱり食減らすと数字も悪くなるんでそう、ありがとうございます。とりあえずちょっとこれはちょっと帰って食べさせてもらいますね。ぜひよろしくお願いします。すいません、お願いします。ありがとうございます。だったんですね。結構あの辺が氷あるもんで、はい、ちょっと商品名お願いします。はい、こちらですね、マッスルジュースになっております。パワーのやつですね。パワーのやつですOKOK 皮まで食べられる、うん、国産無農薬の1本1000円ぐらいするバナナ、うん、あーといいですね。今回プロテイン入ってるコラボ商品になってますので、うん、バナナはどこ産になるんですか。これ鹿児島で、うち あの自家農園みたいになってて、お兄さんは鹿児島から来てるわけじゃないよね。僕は違います、ね、あ、出店者さんがね当然だとは思うけど、店舗が原宿とか自由が丘とかのバナナの神様って言うんですけど、知ってるわ。あ、知ってます。あ、なんか入江くんとかなんか、はい、芸人の入江くんがそうですそうです。これもさせてもらって一回意外だわ。そうなんです。ちょっと前になんかちょうど、ね、インスタで出てたもんだから。あ、そうなんですよ。なんかコラボさせてもらってますみたいな。そうです。あ、そこか。うち本当はあれ贅沢神様バナナスムージーっていうのを筆頭にスムージーを売ってまして、はい、ねえ、へえ、いいね。そうなんです。専属のパフォーマーがついてて、はいはいはい、ダンスタイムとかがあってパフォーマンスもさせてもらっていて、オリジナル楽曲とかも出させてもらって、ちょっと面白い。すごいな、多角的ですね、戦略が。エンタメと飲食、うん、掛け合わせて、掛け合わせてね、最初になって面白い。そうなんです。なるほどね。そうか、もうすごい。だってマスクしてたけどもっと香りがすごかったもん、バナナの。あ、本当ですね、うん、ありがとうございます。っていうとちょっとなんか歌い物っぽくなるけど、でも リアルな感想ね。ありがとうございます。うん、なるほどね。そうなんですよ。そう僕全然フィジークとかボディビルとかじゃないもんだから、もともとマラソンとかさトライアスロン系なもんだから。あ、そうなんですね。そうそう、1年半もぐらい前まででまだ60とか5とか、はい、そう、今体重110ちょっとあるんだけど、めちゃくちゃ50キロぐらい増えてから1年半ぐらいで、もう努力がすごいっていうか、まあ、腹がすごいっていうそうだからね、ちょっとね、まあいろいろ山岸さんとか大会とかさ、はいはい、またトレーニング教えてもらう機会、まあ、山岸さんは結構20年ぐらい前に結構そのボディビル好きで見てて、そうだったんですね、お会いしたりとかあったので、またちょっとロスとか行ったりとか LA とか、なるほどなるほど、トレーニングお願いしようと思って今頑張ってるところです頑張ってください。そうそうそう、まあ、僕は趣味だけどね、またちょっとバナナの神様とか、まあ、またちょっといろいろご一緒できれば嬉しいなと思っております。はい、よろしくお願いします。またありがとうございました。またお願いします。お兄さん、しょっちゅうスタッフとしてもいるの。あ、僕ですか、うん、あ、僕います。あ、お店にも行かれる。あ、基本お店にもいるし、うち今回は、うん、このエクステンドさんとコラボさせてもらって商品出してるんで、ブースもあっちに出てるんですけど、通常はキッチンカーって車持ってて、いろんなところ行ってキッチンカーでスムージー出してたりするので。あ、そうか、移動販売もやってるんだ。移動販売やってます。あ、いいね。今代表がいるんですが、ちょっと別会場に行っちゃってるんですよ、うん、本当に。なので名刺だけお渡ししても欲しいね。あ、ありがとう、ありがとう。はい、あ、こっちだね。はい、そうなんです、ここになってます。あ、いいですね。はい、ちょっと今オンラインで販売なので、あ、中継やってますね。これがすごい気になってますよ。弊社の小林というものがキッチンカーの担当になっているので、はい、あ、でも意外と結構見たら 若い方ですよね。あ、そうです、ね、そうです。あ、小林さんね。で、一応あのキッチンカーで、バナナの神様キッチンカーって調べてもらうと、あの YouTube もやってて、そこに小林出てきてすぐ分かるようになってるので。分かりました。ちょっとまたインスタとか他SNS ちょっとアクセスさせてもらいます。あ、ぜひぜひすいません、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。名前だけお伺いしたいんですか。あ、僕はライアンコーデやってますんで。ライアン、そうですね。お願いします。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。はい、いや、いいですね。いや、だけど今日シュン君が出れないのが本当にショックだな大会はね、今日本来9名でやるところが8名になっちゃってるんで、本人が一番悔しいだろうけど、まあ、ちょっと、まあ、今後にまた期待したいところです。以上、会場からお届けしました。